西の風よ吹いとけ、東の風よ吹いとけ。太郎には不思議な形のあざがある。鱗の形のあざがある。右の脇の下にも3つ、左の脇の下にも3つ。あれは竜の鱗だよ。太郎は竜の子、龍の子、魔物の子。龍の子太郎が、ほら、やってきた。西の風よ吹いとけ、みんな来いや。そんでほら、ばあさまの作ってくれた冷えの団子食えや。リスもネズミもウサギもイノシもみんなして欲しいだけ食えや。ちょうだいちょうだい、ほら食えや。ほらほら食え。ありがとうありがとう、ありがとう。そんで腹がくちくなったら、よいしょ、ごろーんと寝っ転がって昼寝しようや。ごろんごろんごろん。空を飛んでく雲が、ひとーつふたーつ、はあ、みつよーつ。どこを見渡しても険しい山ばかりの山国でした。そんな山の中の小さな村に、太郎は婆様とたった二人きりで住んでいました。山の畑は狭くて石ころだらけでした。その狭い山の畑を太郎の婆様はせっせと耕していました。それなのに太郎はのんき坊主の怠けん坊で、毎日寝てばかりいました。ほかほかの冷え団子、なあ婆様、明日も30作ってくれ。ああ。ほかほかの冷え団子。あれ？なんだ？何が始まったんだ？誰が笛を吹いてるんだ？女の子でした。肩からは藤鶴で作った籠を下げて、その籠には途中で取ってきたらしい木の実や草の根がほんの少し入れてありました。お前誰だ？おらの村の子じゃないな。どっから来た？あっち隣村か。名前はなんて言うんだ？あや。ほら、タツノコタロって言うんだ。変な名前だろう。強そうな名前だわ。強そうか。お前の名前だって可愛らしいよ。だけど好みや草の根何すんだ？持って帰ってじいさまに食べさせてあげる、ご飯の代わりに。そんな前よりもっとうまいもん食べさせてやらいいよ。冷えの団子うまいぞ、てんでうまいんだから。あやはしくしく泣き出しました。太郎はびっくりして訳を聞いてみました。私にはお父ちゃんもおっかさんもいなくて、じいさまとたった二人っきりなの。おらだってお父っつぁんもおっかさんもいないよ。泣くなよ。おらだってばあさまと二人っきりだよ。私のじいさまはとっても年取ってよく働けないの。おらのばあさまは冷え団子作ってくれんぞ。あやにもやるから明日来いや。なな、じいさまの分までやるからよ。なな、来るよな。太郎と綾はすっかり仲良しになりました。おーい、今日は冷え団子80だぞ。さあみんな、みんな食えよ。ほら綾も食え。お礼に笛を吹いてあげる。お礼だなんて、聞かせて。太郎の魚ちょうどにも見せてくれ。綾の笛に太郎は山の獣たちと一緒に毎日楽しく遊んでいました。ところがある日のこと。あいたたたたたたた。
様。山の畑のてっぺんからころりどすんと転がり落ちたんじゃ。ばあ様、嫌というほど腰を打ったんじゃ。死ぬかと思ったぞ。ばあ様、ばあ様、大丈夫じゃ。兄さんちも寝とればまた働けるようになるわ。だけど太郎、お前に話しておきたいことがある。なんだい？お前のおっかさんはな。おらのおっかさん？ああ、生きてるかもしれねえだ。生きてる？おっかさんが生きてる？どこに？あ、それはわからん。だけどまんずばあさまの話ば聞け。うん。太郎のお父っつぁんは木こりでしたが、山で働いている時に谷に落ちて死んでしまいました。それからはおっかさんがお父っつぁんの代わりに山へ行って働くようになりましたが、ものすごい嵐がやってきたのでした。山々はドドドドと揺れ動き、雨はザザザと滝のように降り続けました。嵐の最中におっかさんの姿が見えなくなってしまったのでした。ばあさまは山へ走っていっておっかさんの名前を呼び続けました。嵐のために木は倒れ、岩は砕け、山の形は変わり果てていました。おっかさんの姿が見えなくなったというあたりには大きな沼ができていました。達よ、生きているなら返事してくれよ。沼の水をかき分けて恐ろしい竜が姿を現しました。これはどうしたことじゃ。ばあさま、私は訳があってこんな姿になってしまいました。どうして竜なんかになりおったんじゃ。今はそのわけは話せません。ばあさま、私が子供を産んだらその子はきっとばあさまのところへ届けますから育ててください。立派な子供になれるように育ててください。達よ、元の人間の姿に戻っておくれよ。竜は悲しそうに首を振ってからまた沼の中に沈んでいってしまいました。それからしばらく経って、ばあさまはつんぶくかんぶく川を流れてくる赤ん坊を拾いました。赤ん坊の脇の下に鱗のようなあざがありました。それがタツノコ太郎でした。赤ん坊のタツノコ太郎は手に水晶のような玉を一つ持っていて、お乳は飲まずにその玉をしゃぶりしゃぶりぐんぐん大きくなりました。やがて玉がなくなったので、ばあさまはタツノコ太郎をおぶって山の沼へ行ってみました。タツよ、タツよ。様、さあこれを。玉はこれでおしまいです。
竜は目くらになっていました。たつよ、この玉はお前の目玉だったのか。ばあさま、私は空を飛んで遠い北の湖に行かなければなりません。太郎よ、強く賢い子供になっておくれよ。太郎よ、たつよ、どこさ行くだ。わしは今限り呼んだが、それっきりじゃった。じゃあ北の湖へ行けばおっかさんに会えるんだね。ばあさま、俺はおっかさんに会いに行く。太郎は立ち上がりました。その時でした。大変だよ。どうしたウサギ。鬼だよ、あやさんが鬼にさらわれた。何？みんなであやさんと遊んでたんだ。太郎の冷え団子を待ってたんだよ。そしたら急に赤い風が吹いてきて。赤い風だと思ったら赤鬼だったんだ。赤鬼はさらわれたんだ。赤鬼はどっちへ行った。北の方だよ、どんどろ山。早く助けに行ってくれよ。グズグズしていったら鬼に食われてしまうよ。あやさんがかわいそうだよ。よし、俺は助けに行く。よかった、よかった、よかった。鬼を退治してやる。よかった、よかった。それから俺は北の湖にも行っておっかさんを探してくる。北の湖といってもどこかわからんのだぞ。きっと探すよ。そして昔と同じ人間の姿にしてばあさまのところへ連れて帰ってくる。おお、頼むぞ。ならばあさま、行ってくる。おい、イノシシ頼んだぞ。太郎はイノシシの背に飛び乗ってすっ飛ばしました。急げ、目指すはどんどろ山の赤鬼だ。木の間をすり抜けました。小川を飛び越えました。山をいくつも越えました。そして次の崖を飛び越えた時です。大風だ。太郎はすってんころりんとイノシシの背から転げ落ちました。どこさ行くんじゃ。ニューッと鼻の高い天狗様が羽の扇を持って突っ立っていました。どこさ行くんじゃ。あやを助けにどんどろ山まで。ああ、会心なちびっこじゃぞ。そんならお前を力持ちにしてやる。天狗様は大きな杯に木の実のお酒をついでタツノコ太郎に飲ませました。タツノコ太郎はみるみる体中が熱くなって力持ちになりました。さあ行け、あれが鬼の住処のどんどろ山じゃ。しっかりやるんじゃぞ。タツノコ太郎はそこからはイノシシとも別れて一人でどんどろ山に入っていきました。暗い森をくぐり抜けていくと、今度は赤や黄色や黒の毒キノコがむずらむずらと生えていました。太郎はその中をどしどし歩いていきました。不意に切り立った崖の上に出ました。そこには天にも届きそうなでっかい門がありました。真っ赤な門でした。やい赤鬼、開けろ。あやを返せ。よーし、開けなけりゃこの門。タツノコ太郎が力いっぱい押すと、でっかい門はガラガラっと崩れて崖の下に落ちていってしまいました。どんな問題。タツノコ太郎はどしどし入っていきました。赤鬼だ、太鼓の好きな赤鬼だ。どんどかどかどかすっどんどん、どんどろ山の赤鬼だ。飯より好きな太鼓だよ。どんどかどかどかすっどんどん。はい、赤鬼。え、なんだ、俺は親分の黒鬼様かと思ってびっくらしたぜ。お前は悪いやつだぞ。俺の村の畑を荒らすのはお前だろ。うん、その通り。あやをさらったろ。うん、その通り。あやを返せ。うん、いや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 、あやは返せん。返せ。ほら、いっぺんあやの笛を伴奏に
ヒョロロ、どかどんと太鼓打ってみたくてさらったんじゃ。あやはどこにいる？おらん。どこにいる？もうここにはおらん。おらん、おらん。やい、赤鬼。もう勘弁だな。えい！タツノコ太郎は赤鬼の両足をつかんでぐるんぐるんと振り回しました。いやー、ぐるんぐるんと目が回るぞ。助けてくれ。あやはどこへやった？あの親分様が連れて行ったんじゃ。黒金山の黒鬼様が連れて行ったんじゃ。黒金山はどこにある？北のそのまた北の真っ黒黒の岩山じゃ。よし、それを聞いたからにはもうお前なんかには用はない。山へでも川へでも投げ飛ばしてやる。それとも地獄の閻魔さんのところがいいか？そんなら天まで投げてくれ。そしたら俺は雷様の弟子になって好きな太鼓ば叩けるからよ。そんなら天まで投げてやる。やあ！天まで投げ飛ばされた赤鬼は早速雷様の弟子になって好きな太鼓を叩いているようでした。さあ、北のそのまた北の黒金山へ向かって一目散だ。タツノコ太郎はどしどしと山を踏み分けて歩いていきました。やがて濃い霧が渦巻いている真っ黒い岩山が見えてきました。おや、あやが崖の上で笛を吹いている。あやー、ほらだ。鉄の子太郎。そうだ、ほらだ。助けに来てくれたの？そうだよ、助けに来たんだ。さ、一緒に帰ろう。あ、黒鬼が帰ってきた。さ、早くこっちへ来て隠れるのよ。アヤは岩屋の中のカラビツの陰にタツノコ太郎を隠しました。人臭いぞ、人臭いぞ。クロウには火のように赤い目玉をピカピカ光らせながら岩屋の中に入ってきました。体中には鋲の毛が生えていました。手の爪は鍵のようでした。真っ白な牙をガチガチ鳴らしながら辺りを嗅ぎ回りました。人臭いぞ。えい、娘、誰が来たら。いいえ、誰も来ません。嘘つくな。クロウニはカラビツのそばに近づいて人臭いどうと言いました。タツノコ太郎はトンとクロウニの前に飛び出しました。オラはタツノコ太郎だ。ちびっこめ、何しに俺様の岩屋にやってきた。取って食われたいか。お前を退治してやる。ハハ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 ハ、クロウニ様を退治だと。うわハハハハハ。えい、お俺様のへそを殴りやがったな。怒り狂ったクロウニは炎のような息を吐きながらビューンとものすごい勢いで掴みかかってきました。危ない。うおちっこいタツノコ太郎はひらりと身をかわしました。すると勢い余ったクロウニはあっという間に崖から転げ落ちていってしまいました。うわー。谷底からムクムクと黒雲が立ち上ったかと思うと、そのまま固まって鬼の形をした黒い岩になってしまいました。退治してやった。喜んだのはこの辺りの麓の村人たちでした。麓の村人たちは何十年何百年もの間悪い黒鬼に苦しめられてきたからです。村人たちは
続々と黒鬼の岩屋に集まってきました。黒鬼の岩屋には方々からさらってきた宝物がいっぱい詰まっていましたが、辰の子太郎はみんな麓の村人たちに分けてやりました。村人たちはお礼におむすびをご馳走してくれました。太郎の国には田んぼがありませんでしたので、太郎も綾もお米というものを見るのは初めてのことでした。うん、こりゃうまいぞ。王様の冷え団子よりうまいぞ。うまいうまい。辰の子太郎はとうとうおむすびを88も食べてしまいました。そしてどうしたことか急に泣き出してしまいました。うまいよ、こげうまいもの。俺はばあさまにも一つ食わしてやりたいよ。あやのじいさまにも山の村の人たちみんなにも米のおむすび食わしてやりたいよ。あくる日、辰の子太郎は鬼の岩屋で見つけた真っ白い子馬に綾を乗せました。そしてやはり鬼の岩屋で見つけた小さな鏡を綾にやって言いました。綾は爺様のところへ帰ってくれ。辰の子太郎は、ほら、もっと北の方へおっかさんを探しに行く。さ、白い子馬走れ。不思議なことに、綾を乗せた真っ白い子馬は空を飛んで走り去っていきました。竜になったおっかさんを探して、辰の子太郎は北へ北へと歩いていきました。おいおい、お前は誰だ。わしは広い広い田んぼば持っとる鶏長者のばあさまじゃ。ところが召使いの者がみんな逃げてしまうて、田んぼは草ぼうぼう。お礼はなんぼでもするけん、わしの田んぼば耕してくんろ。さあ来てくんろ。やだ、俺は竜のいる湖探してるんだ。わしは鶏長者のばあさまじゃ。沼だって何だって持っている。沼には竜だか大蛇だかも住んだぞ。さあ来てくんろ。よし、行ってみる。辰の子太郎は鶏長者の家へ行きました。広い土地なんじゃ。沼だ、沼もある。おっかさん迎えに来たよ。おっかさん、沼の底にいるんなら出てきておくれよ。沼はしんと静まり返ったままでした。それでも辰の子太郎は諦められません。そのうちにきっとおっかさんが出てきてくれるだろうと思い、鶏長者のところで働くことにしました。こけーこここここここけーこ、夜が明けた。こけーここ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 こ、起きろ起きろ起きろ、働け働け。まだ夜中なのに、鶏長者のばあさまは鶏の鳴き真似をして辰の子太郎を叩き起こします。そして日が暮れて真っ暗になるまで働かせるのでした。これではどんな召使いだって逃げてしまうのは当たり前でした。そんでもおら、エッサオッサ米の作り方覚えるんだ。エッサオッサ沼ん中のおっかちゃんにも会いたいからな。エッサオッサエッサオッサ。辰の子太郎が一生懸命働いたので、鶏長者の広い広い田んぼには見渡す限り稲の穂が揺れて大豊作になりました。けれども太郎は嬉しくありません。おっかさんがいるかもしれないというあの沼は、いくら太郎が毎日呼びかけても静まり返ったままだからです。おっかさんおっかさん、
おら米ば作れるようになったけど、ここにはおっかさんはいないのかな、この沼にゃ。沼の底から白い大蛇が姿を現しました。そして教えてくれました。もっともっと北の山を九つ越えた北の湖に竜がいる。太郎は早速山を九つ越えた北の湖へ行ってみることにしました。そんなら働いてくれた俺には稲を一束やる。たった一束。それでもお前がシェル分ならどんな大きな束でもいいんじゃ。わしは気前がよかろうが。よし、そんなのもらってく。わしケチンボじゃなかろうが。あれ、あ、あ、あ、いやー、おったまげたぞ。山のように積み上げられた稲をタツノコ太郎は全部ひとまとめにしてからキリリッと束にして担いでしまいました。残ったのはたった3本の藁だけでしたので、ケチンボ長者のばあさまはドスンと尻餅ついて目を回してしまいました。さあ、おっかさんとこ行くんだ。一つ山を越えました。二つ山を越えました。広い土地はなくなって険しい山ばかりになりました。山国の人たちには田んぼはなく、お米を食べたことがないというので、タツノコ太郎は肩に担いだ稲を一つも残さずにどんどん分けてやってしまいました。9つ目の山でとうとう吹雪に閉じ込められてしまったのでした。白い子馬に乗ってやってくる、太郎、助けに来たわ。さ、早く白い子馬に乗って、よいしょ。さあ、乗ったわね。飛ぶわよ。空、白い子馬。うわあ、綾だ、本物の綾だ。だけど、どうやって俺のことが分かった？ほら、この小さな鏡。クロウニの岩屋で見つけた不思議な鏡に、吹雪の中で死にかけている太郎が映ったのでした。びっくりした綾は、白い子馬に乗って助けに来てくれたのでした。おい、見えるぞ、見えるぞ、あそこだ、でっかい湖だ。ありろ、白子馬。険しい山にぐるりと取り囲まれた広い広い湖でした。おっかさん、タツノコ太郎が来たよ。タツノコ太郎が来たよ。ここだよ、おら、ここだよ。太郎、おっかさん、どんなに大きくなったんだろう、どんなに強くなったんだろう。
一目でいいから太郎の姿が見たい。おっかさんはオラを育てるために二つの目を潰してしまったんだよね。だからオラもおっかさんのそばを離れないよ。怖くないのかい？私は恐ろしい竜なのに。怖くない。オラのおっかさんだもの。だけどおっかさんはどうして竜になったんだ？もう人間にはなれないのか？私が竜になったのは三匹のイワナを食べた罰なんだよ。おっかさんが竜になったのは村の衆と山へ働きに行った時でした。村の衆たちはおっかさんを一番楽なお弁当番にしてくれましたので、みんなに食べさせてあげようと思って谷川から三匹のイワナを取ってきました。ところが火を起こして焼いているうちにあまりおいしそうなので一匹食べてしまいました。おいしくておいしくて二匹食べてしまいました。そして気がついた時には三匹食べていました。すると喉の奥が燃えるように熱くなって谷川の水をごく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 飲んでいるうちにおっかさんはいつの間にか恐ろしい竜になっていたのです。貧しい山国では食べ物はみんなして分け合って食べなければならないのに、一人で三匹もイワナを食べたんだからね、罰なんだよ。食べるもんがいっぱいあれば竜にならずに済んだのか？おっかさん、おらこの湖の水ばみんな海に流して広い広い田んぼば作りたいよ。米ばどんどん作ってみんなに食わしてやりたいよ。太郎、やってみようか。え？私の体は鉄よりも硬い。この体を山にぶっつければそこから湖の水はみんな流れていってしまう。さあ太郎、どの山へぶっつければいいの？一番小さな山はどこ？あそこ。どっち？あっち。私は目が見えない。よし、オラがおっかさんの背中に乗って教えてやる。おっかさんの竜は水しぶきを上げ天高く体を伸ばしました。たちまち空には黒雲が巻き起こり、激しい雨風が荒れ狂い始めました。おっかさん、右、もっと右。これでいいのかい？いい。太郎を乗せたおっかさんの竜は何度も何度も山にぶつかっていきました。山が崩れたぞ。水が流れていく、流れていく、流れていく。雲が切れて夜明けの光の筋が地上を照らし出しました。新しく生まれた川がキラキラ光ってどこまでも続き、山々に囲まれた湖の底から平らなよく肥えた土地が次第に現れ始めました。ありがとうおっかさん、こんなに傷だらけになって血を流して。おっかさん。タツノコ太郎は竜の傷口をそっと触りました。その時です、竜の姿はみるみるうちに消えて優しい女の人が現れました。ありがとうよ太郎、お前がおっかさんを人間にしてくれた。お前がみんなのためになることをしてくれたからだよ。おっかさん、おっかさん。こうしてできた広々とした土地に太郎はみんなを呼び集めて田んぼを作り、綾をお嫁さんにして幸せに暮らしたということです。